ポプラ事件。ポプラ事件とは、1976年8月18日、現地時間、アトックプラス9に、韓国と北朝鮮の軍事境界線上にある、反門店で発生した事件である。ポプラのまさかり事件とも呼ばれる。韓国では8.18オノ殺外事件、または、オノ番号事件、北朝鮮では、反門店事件とも呼ばれる。 共同警備区域内に植えられていたポプラ並木の一本を選定しようとした韓国軍兵士と韓国人作業者と国連軍をなす一国であるアメリカ陸軍工兵隊に対して挑戦、人民軍将兵が攻撃を行い、2名のアメリカ陸軍士官を殺害、数名の韓国軍兵士が負傷した。同事件は第二次朝鮮戦争の引き金になりかねない出来事でも、 あった。また、この事件を契機に共同警備区域内にも軍事境界線が設定された。この事件の発端になったポプラの並木は北朝鮮側によって共同警備区域内の帰らざる橋の近くに30メートルにわたって植えられていたもので、事件当時は共同警備区域に置かれた監視所、そして朝鮮人民軍の監視所に囲まれた。 国連軍の監視者の視界を遮るほどに成長していた。このため国連軍は朝鮮人民軍に対してポプラの木の選定を行うことを通告していたが朝鮮人民軍はこのポプラ並木は近日清主席が手図から植えて育てたもので現在もその指導下で生育しているして国連軍による選定を認めなかった。1976年8月18日に 韓国陸軍将校1名と国連軍のアメリカ陸軍将校2名、韓国人の作業員と彼らを護衛する韓国軍とアメリカ軍を中心とした国連軍の8名の兵士がポプラの選定を行うため共同警備区域内のポプラ並木のもとへ送られた。彼らの行動は朝鮮人民軍によって監視されていた共同警備区域に関する 取り決めのため両軍とも武装していなかったが、米韓軍は選定用に、ノコギリとツルハシ、斧を持ち込んでいた。選定が始まると15名の朝鮮、人民軍将兵が来て、指揮官が韓国軍及び国連軍の指揮官に対して、選定作業の中止を求めたが、国連軍公兵部隊指揮官でアメリカ陸軍のアーサー・ボニファス隊員は、戦作業の継続を部下に命じた。 朝鮮人民軍側はしばらく生還していたが、その後増援の朝鮮人民軍兵士、約20名が合流し人数で、朝鮮人民軍が優位になった。その後再度の作業中止勧告が聞き入れられないと、見るや、突然、韓国軍と国連軍の将兵に対して攻撃を始めた。発砲はなかったが、奪い取られた斧によって、ボニファス隊員とマーク・バレット中尉が殺害された。 韓国軍兵士はトラックで朝鮮人民軍の兵士に体当たりし、ボニファス隊員の体をトラックで守ったが、隊員は治療を受ける前に死亡した。彼らが殺害される様子は第5監視所から 35mm カメラ、また国連軍第3監視所からは映画用カメラによって記録された。事件発生を受けて翌日の8月19日から朝鮮人民軍と 韓国軍、国連軍の間で会議が開かれた。特に自国兵士が死亡したアメリカ軍は事件を重く受け、朝鮮人民軍に強く抗議を行い、ポプラの木を剪定ではなく伐採することを主張した。その後、国連軍はポプラの木を伐採すべく、アメリカ民話に現れる巨人の木こりにちなんで名付けられたポールバニアン作戦を発令し、 事件から3日後の8月21日午前7時に決行された。23台の国連軍、韓国及びアメリカ陸軍の車両が北朝鮮に対する警告なしで共同警備区域に侵入した。車両にはポプラ並木を切り倒すために16名のアメリカ陸軍工兵隊員が斧とチェーンソーを追って乗り込み30名のピストルと長蛇で武装した。 護衛小隊、加えて大韓民国陸軍のテコンドー軸連射64名も同伴した。彼らの上空には、米韓両軍の20機のヘリコプター及びの亡きの R-1 コブラ攻撃ヘリコプターが展開し、さらにその上空には、アメリカ空軍の海 -4 戦闘機と、韓国空軍の海 -5 戦闘機に護衛された、アメリカ空軍 B-52 爆撃機が飛行した。 カラス山空軍基地では、司令があり次第出撃できるよう武装と燃料補給を行ったアメリカ空軍の f 百十一が待機していた。朝鮮半島の沖合には、アメリカ海軍の空母ミッドウェイをはじめとする、機動部隊も展開した。さらに非武装地帯の外側には、多くの重装備を施した大韓民国陸軍及び、アメリカ陸軍不評、砲兵、装甲量が待機し、 不足の事態に備えた。これに対し、朝鮮人民軍は、自動小銃を装備した150名の兵士を、共同警備区域内に派遣した。しかしながら彼らは、木が切り倒されるまでの42分間を静かに見守り、武力衝突は回避された。ポールバニアン作戦の実行により、大規模な武力衝突の発生が懸念されたが、作戦は平穏に終了した。 この事件によって38度線に沿った非武装地帯では緊張状態に置かれたが、その後、北朝鮮の近日政主席が遺憾のよう示して謝罪したため、全面戦争に発展することはなかった。なお、その後9月6日まで両陣営館で行われた会議によって、北朝鮮側の提案で共同警備区域内にも軍事境界線を引いて、 両者の人員を隔離することを決定した。その後、非武装地帯内の共同警備区域の警備を行う国連軍の基地は殺害されたアーサー・ボニファス隊員の名を取ってキャンプ・ボニファスと改名された。現在、非武装地帯内の共同警備区域を韓国側から訪問する者はこの事件についての説明と注意を受けることになっている。 2017年の韓国大統領選挙で当選し、韓国大統領となったムンジェインは、ポプラ事件の収集に韓国軍の特殊戦司令部側として参加した経歴を公表している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。